町民や役場職員に激励されたのは、フィンランド代表の競歩の選手団7人です。フィンランド選手団は今月19日に新千歳空港に降り立ち、洞爺湖に近い壮瞥町で明日まで事前合宿を行っています。フィンランド選手団は毎朝 PCR 検査を実施、練習の公開は取りやめ、移動は専用車でホテルと練習場のみに限るなど、感染対策を取りながら合宿を行ってきました。競歩競技は8月5日と6日に札幌で行われます。